こんにちは、トヨハッピーです。超テンションだだ下がり。あのね、逆転を、まあ、動画撮って、まあ、遊んで、久々にね、あの三冠王の方も出して遊んでたんですけど、上半身下半身真っ二つに折れました。超ショックってなわけでね、まああの今ね6月の6日でね、明日おもちゃショー行くんだけど、超テンション下がってます。まさかね、上半身下半身真っ二つに折れるとは思わなかった。でね、当時買って数回遊んで箱にしまってたってだけなのに、まあ、経年劣化なんでしょうかね、特急マンモスにして分離させるときに、ロボの胴体とマンモスのこの上半身2つに割れるはずが、なぜか上半身下半身、もうこれねバラバラになっちゃいましたね。もう、まあ、これはねちょっと外したんですけど、で中ね、これ見えるかな、ね、これで、はい、これがね回転軸、ちょっと背景見えないな、これでいいかな、これそう、これが回転軸なんだけど、これがねなんとこのように取れちゃいました。超ショック。このねプラのこれが行ったがためにめちゃくちゃへこんでる。なんでちょっとね、この破損したこれ持ってホームセンターに行ってきます。まあ、一応ねなんとかリペアして、まあ、先に三冠王の動画はね出すと思います。でこのねリペアというか、この状態の今撮ってる動画っていうのは、まあ、公開するかどうか分かんないけど、まあ、するとしたら結構時間が空くかな。はい、でちょっとへこむわ。でね、ノギスでちょっと測ってみると、この直径これがね4ミリぐらいなんですよね。なんでまあ4ミリの、まあ、ネジもしくはボルトで代用できんのかなと思ってね、ちょっとねビバってきました。まあこれねちょっと、まあ、上半身下半身のつなげた時に、あ、ちょっとネジ取れた。そう、クリアランスがあるんで、まあボルトはちょっと厳しいのかなと思って、そんなわけでねトラスネジをチョイスしました。まあ、4ミリの6と8、まあ、長ければ切りゃいいし、まあ、ちょうどよければちょうどいいかなっていう感じなんですけど、はい、でこれを、まあ、この砕けたパーツ、うん、これの代わりにして、まあ、なんとかね復帰できないかなっていうところです。で円柱系のパーツが、まあ、ちょっと測ってみるとだいたい4ミリぐらいなんで、まあ、これでいけんのかな。まあ、あとはちょっと長くてもね収まればそれで問題ないんで、ちょっとねこっちのトラス使ってみます。マジショックですわ本当に。とりあえずねこれをくっつけて、ここで収まればいいんですよね。あ、結構浮きあるな。4か8でいいのかな。あ、ただここがちょっと狭いね、これが狭い、ちょっとピンボケしちゃってる。なのでこれでトラスが収まればいいんだよね。短ければもっと長いの買ってこよう。とりあえずこのトラスを突っ込む。じゃあここにネジを、あ、いける、いける、ちょうどいいんじゃないこれ。はい、治りそう。ちょっと待って、なんかテンション回復で、これでこの腰パーツ、おお、なんとかなりそう。これナット2個つければもう緩みなしでいけるんじゃないこれ。あ、なんか一気にテンション上がってくるむしろこのプラパーツより屈強な状態になって三冠王が復活する。まあワッシャーをくっつけて、いやこういうのがあるからね、ほんと目隠しパーツつけたくなかったんですよ。これつけてたらもう簡単にバラせないからね。あ、いいんじゃない、まあ、ちょうどね行ったホームセンターにはね、あのネジロック剤がなかったんで、ここ瞬着で止めましょう。でこれで緩すぎず硬すぎず回転すれば、まあ、問題がないんで、この位置でいいのかな。まあダメだったらまだスペアのねネジはあるからこれで止めましょう。ちょっとこれね瞬着で止めます。セメダインの3000ゴールド、はい、これで乾くまで待つ。まあ、ちょっとねすぐに取り付けたら周辺白くなっちゃいそうなんで、固まってから続きの作業をねしたいと思います。
いやもうこれ本当ね、この罰金って折れるのきついわ多分ね、逆転王もバラしてないけど同じこのプラのパーツ使ってんのかなっていう予想です。なので、まあ、仮にね、もし、まあ、同じねブレイブゴーキンの三冠王逆転王を持ってる方で同じ症状になったら、まあ少しでもね参考になればいいかなと思い、ああやべえ指ついた、はい思います。これで治ったらこの後ね、まあ撮影したいんだけどね、明日おもちゃショーだからねそんな時間ないんですよね。そう、寝なきゃいけないしね、高速道路運転するからね、寝不足は危ない。はい、乾かないかな。ネジロック剤がね欲しかったんだけどね、なかったんだよね。しかも閉店間際だったからじっくりと見れなかった。いやーきついわ本当に。あれね、本当経年劣化とかってもうどうしようもない問題だからね。これでまず先に下半身を組んじゃえば問題ないのかな。いやしかしね、これほんといい玩具なんだけどね、まあ、素手で持ってるんだけどすんごいひんやりとしてて、それでいて重たい、ほんとね合金トイ最高。あとはね、その前のパーツ後ろのパーツ、 それがしっかり噛み合ってさらに回転してくれれば全然これでオンの字なんだけどね。まあ現時点でね、瞬着がね、接着剤が190何円、まあ100円として、まあ、このトラスが1個148円だったのかな。だから実質300円いかないで今の位置にいます。いやもうほんとね、ここネジ穴埋めるパーツつけなくてよかったなって思いますね。いやしかし熱い、よいしょ。じゃあね、これでちょっと浮きが出たから、おーおー、いいじゃんいいじゃん。いやーなんか治りそう。で、あとはボディか。さっきどっちやつ、背中か、背中のね、背中パーツをまず取り付けてから、あと腕回りだね。で今んとこすごいいい感じ。治ったらもう、うん、トラウマ消えるね。むしろ丈夫になってるからね、嬉しい。いいんじゃねこれ。あ、ちょっと、あ、ちょっときついかな。でもちょうどいい感じ。お、金属の背骨というか尾てい骨というか腰骨か。はい。やべ、超嬉しい。まあ、これからちょっとこいつの、ね、メインの三冠王のね動画、まあ、いろいろね準備してるんで撮りたいと思います。いやーほんとよかった。まあ、作業時間はもう本当に10分あればお釣りが来る。で費用的には、まあ、300円でお釣りが来た感じ。まあ、これでリペアができたんで、いやほんとよかった。もう経年劣化も怖いしね。まあ、このメーカーに至ってはね、生産終了っていうのもあるし、もうメーカーが存在しないからね、アフターサービスも何もないんで、いや無事になんとかできてよかった。はい。でもね、今気づいたんだけど足逆だよね。はい、腰パーツ逆だ。もう一回バラそう。はい、完成。これでいくらぐるぐる回してももう問題なし。で、これね、まあ、さっきも言ったんですけど、これ4ミリ使ってるんですよね。なので、4ミリで今現状、元の硬さと同じぐらい。で、ネジ山とかがね、すごい気になる場合は、まあ、これ、3ミリにしてみたりとか、あとスペーサーかまして、その回転軸とか、うん、あんまり影響ないようにするのもいいかなと思うんだけど、まあ、この4ミリのトラスでね、全然問題なく、リペアできました。はい。そんなわけでね、まあ、今回の動画は、まあ、公開するかどうか、あ、でも、これもう見てるってことはもう公開してんだよね。はい。そんなわけで、以上、タヘピーでした。ご視聴ありがとうございます。はい、これからね、ちょっと三冠王のレビュー動画撮影したいと思います。